雲に二つの光ありと謳われた俺のランタンで一気にね。落ち着け雷影、お前は総大将だぞ。恐怖しているわけではない。昔一度雲隠れが九尾を捕まえようとした。だが腹の中で暴れ続ける二人にたまりかねた九尾は、なんせ二週間も九尾の腹の中にいたんだからな。九尾のチャクラを宿した化け物のような輩以外にはな。大先輩への口の利き方が気に入らないな。寒いさ、熱い。やるぞ金閣。おーよ金閣。雲隠れが集めた最強任務の5つのうち4つ、言霊を録音し人を封じる紅久の。俺たちの魂のこもった熱い忍術にはかなわねえぜ。分かった銀閣、残りは任せろ。俺の熱っちゃ熱い人だけで俺の熱い刺激をかわせると思ったか。なかなか熱い。よそ見してんじゃねえぞガキが。すまない寒いさん、熱い。おっと、今度は俺が絞り出せ黄金獣。呪え奇跡軍ベニサバどういうことだ。あの氷炭の中へ吸い込まれて封印されてしまう。一番多く。なるほど、魔性戦な。イノマキだ。熱い。言葉をバカにすっと B さんに怒られるっすよ。ダメよな小僧。まずはこっちだな。吸い込まれた。おい、一生で一番多く口にした言葉はおそらく一定時間黙っていても吸い込まれてしまう。雄弁は金ってこともある。騙してなんぼの弁舌だ。だから言ったろ、言葉なんてのは人を騙すための道具だってな。そんなんだから雲隠れであんたたちは不名誉の象徴なのさ。もう人具の類似品みてえなもんだ。ただの人具だ、ほざくな。すいません、護衛役に選ばれていながらボスの左腕を。これとどうせなら C も入れて3つってのはどうすか。俺はボスの右腕だ、類似品じゃねえ。なるほど、ボスの右腕だ、類似品じゃねえ。右腕だ類似品じゃ。すみません、みんな。そろそろあっちへ乗り込むぞ銀閣。おうよ金閣。雲に二つの光ありと謳われた金閣銀閣様に。確かにだるいだった。二番目の言葉と入れ替わったというか。昔はこんな感じだったか。こっちがくたばりそうだぜ。
けどここぞって時、言葉ってのは、言葉ってのはよ、助けてくれ金閣。だからこそあんたは、さてあとはもう一歩の、よくもよくも。なんだ、なんだ今の感覚。遅い、やっぱり。まだうちはまだだが、キュービを手なずけるずっと前、キュービから出てきた時、ああなったらしい。増援はまだか。いけまぶい、準備に取り掛かれ。2週間もキュービの中にいたのだ。いや、正確には違うな。おそらくあの兄弟は特別、金閣は力もチャクラも兄弟だが、だが奴の左腕にあるその縄はキュービのコラボで見えねえし。そういうことか。このひょうたんよりは使えるな。ベニサゴというひょうたんと違い、これを持っている者の呼びかけに応えただけで、これをダルイに送り封印する。戦況は切迫しています。マブイの術は物を光の速さで送る物質転送術だ。よしマブイ、転送の術。お互い優秀な部下は持っているな、ツナディ。まあな。あれは俺たちの持っていた琥珀の状態。そうか。一体これでどうやって封印するってんだ。アトムハン放て。ドドンハン、こうも戦力を大きく崩された状況で持ちこたえるのは、うん、見ろ増援だ。こっちだ。本部の作戦だ。木の葉のイノシカ町フォーメーションで。あいつらが来るだと。こりゃまだ倒れるわけにはいかんな。木陰をやっちまったその金閣とかいうバゲモンを俺たちでやるってんだな。過去の伝説には尾ひれがついてるもんだ。 あっちがキュービの力な。また増援だ。遅くなってごめん。あいつが。おいおい、俺たちなんかすげえ期待されてねえか。イノシカ町って子供の方じゃねえか。え、気合い入れていくわよ。ああ、分かってるよ。うん、お猿下どうやろうが。どうだ、ザ・子供が。影真似成功。影真似が弾かれた。入った、新天神の術成功。よし、金メッキ剥がすことになっちまって、
すみませんね。長次、第6から第10分隊は負傷者を後続へ。言霊ってのを絞り出す縄も金閣と一緒に封印しちまったな。行くぞ長次、イノ。もう？ほら立って。金は取った。格のあんたの動きも。飛車もなく金銀取られて防戦一方とはな。そういえば。でだ。こちらも金銀の手駒を。去るとき休め。